みんな大好きジャギトキ。さあジャギトキ。マイケルはランバトの時に当たる率が半端ないっすね。確かに。なんか立ち上がってたりする、まあ、このゲームの宿命だとは思いますが。ええ、そうですね。ああ、触られちゃった。ひー、ガソリンの裏切りが。さあ、しかしながら崩しに来ました、ね、板垣は砂利戦はどうなんでしょう。結構ね、やってないとポロッと行かれるときは行かれますからね。あ、でもコンボがすごいやん。4段ディレイ B とか やばいね。ジャギ使い以外大好きジャギトキ。そうそうっすね。まあでも今更ねジャギトキ、ジャギ使ってる人たちはそんなに嫌いなのかな。北垣さん、砂利戦動ける方の投機だと思います。砂利使いが言ってるからそうなんでしょう。そうなんでしょうね。多分相当きついんでしょうね。ちょっとあ、あ、めちゃく、結構ね、ガソリン受け攻めまでいければワンチャンはあるんですよね、この組み合わせ。そうですね。早い展開。あ、コンボがすごいですね。コンボちゃんとジャージ戦やってますね。ですね。専用をちゃんとやってますね。お。ミスらなければこのまま。瞬間中。なんとなくあの刻みかっこいいなと思って家で真似しようとしてみたら結構頭がテンパってミスるんですよね。慣れないルートで。そう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 、しゃがみ立ち立ちしゃがみとかって。板垣さんが一本ですね。さあルーザーズの組み合わせ今張り出されましたんで、この後が連しないで戦線、まあ、連戦でもいいんじゃないですか。シャドウさん待機してるんで。だとこの勝者とシャドウさん、うん、近くにいるから大丈夫だね。さあ統計、あ、これはきつそうだな。これはきつそうですね。うん、さあ投げからドリブルに行く。あれでいいな。ちょっと低いんじゃないか、さすがに。禁止いけるかな、コパン禁止。さすがにちょっと低かったですね。ジャディだと厳しそう。さあマイケルガード硬い。生グレでガソリンに対応していく。バンジーいけるかな。いったいった。さあまずは板垣、ヒットストップダンジンでガソリンにも負けない。さあこれは、さあこれどうするかな。この後の置き攻めだけは結構トキきつい。おしまいが、うわ、もうさあここはちょっと、あ、まあ羅漢とかでねピヨってそうな気配しましたけど、そんな体力で死なない、まだ死ぬですね。もうワンチャンス。あーあー、このヒット数でサーブ1ドリブル。
回目のコパンをゆっくりだけすれば針出してれば倒しきれたかもと砂利使いが間に合いますね余裕で。さあ時間見て再派遣と、うん、そしたら 連戦で板垣しゃぶをお願いします。これもまためったに見ない組み合わせですね。そうですね。離脱。さあシャブを対板垣、これ結構ねレアな組み合わせですね。さあこれはユダの一番の勝ちパターンルート。あうまい。さあこっからダム、あ上段当たり、あこれはあさあ断然高い。結構この負け方時相手に、まあ、どのキャラもよくあるあるですけどね。最初に攻めてたはずなのに1回のこうパン切り返しで終わる。2A 立ち MB 西 2D。 さあ2ラウンド目、あブージャン D 飛んでくる。これもさあハイジャンが出なかったが、さあ早い展開で投げて 2D、 さあ一撃が出ない。さあシャーボーさん落ち着けるか。さあ捕まえて、さあこれはさあ、あさあ今殺せるルートでしたがミスちゃいましたね。さあまずは板垣、一応次最初にも呼び出しておきます。次ナッキョー KG なんで用意しておいてください。まあ、ユダもね最近結構サブで使い始めてる人も多いからなかなかその難しさをみんな分かり始めてるらしいけどどうなんだろう。The time of retribution. Battle one. Decide the destiny. 大会でちゃんとユダ動かすってね結構難しそうなんですさあここも早い展開でまだ死なないか。さあ 2A 2A B 投げ、さあ早い展開でめくっていく。きついですね。ユダは結構背面起き上がりも絡むので相手の重ねるタイミングによって裏表が変わります。さあうなりで地雷消していく。激しい。まだ死なないものの、さあこれも
大きい攻め重視。さあハーガンチェン勝ったのは板垣ですね。じゃあ納強 KG お願いします。納強 KG。 トキレイ、今日トキレイ多いっすね。 The time of retribution. さあ 1P KG 2P なっきょう。さあ大きい攻めは投げは飛んでいる。これも投げからのディエットリブル。あ、ためばりにしっかり切り返して、これは死んでしまうのでは。あ、浮いてしまいますね。一応ルーザーズちょっと長いんで、この後も呼んでおきますか、ね、次ナトリシッカです。この後がナトリシッカ。さあここで落としてゲージを回収していく。さあ 2.2 までいけるかな。いけましたね。さあ 2A に乗っかって、これはシンプルな100列ルート。今日は結構レイン使いの活躍が目立ちますね。俺もレインに負けてるし。さあ、ジャン AB、 ジャン AB、 まずはナッキョー。現在ルーザーズ進行中ですね。ルーザーズの1回戦。で、この組み合わせ終わったら次がナトリシッカ。ナトリシッカです。さあ KG はトキへ。さあ今回もうまくジャンビーで乗っかって、これはまだ死なないですね。さあこれは崩れたらピオル。さあ長文が出なかったか。さあこれで納強がリーチ。さあ強引なドリブル。これはレイなら浮きそうですね。かなりうまいアドリブだが、まあ、2A 出せず。さあバニー、さあ昇竜は読んでいる。
まあ転生までは当てられなかったけど、まあまあっていう感じでしょうか。さあ開幕、あお互い激しくいったが、捕まえたのはナッキョの方。さあとりあえずオフシール めっちゃお互い待って投げめっちゃ待ってました。さあ切り裂け切り裂け出せるか。さあしっかり、そしたらじゃあ名取しっかりお願いします。1P しっか 2P ナトリですね。さあ、ナトリはまたしてもマミヤ、もう完全にキャラ替えっていう感じなんですかね、おそらく。さあ、トキからマミヤへのキャラ替え。さあ、さあ、泣いてしまう。さあ、ジャンディーでピューりました。まずはシッカー。さあ、マミはもうブーストゲージはできてるので、あとは何か刺すか。結果刺してバインドが出ない、マインドが出ません。さあやり直し、リーリーバインド。なんかこの光景も見るのも久々ですね。ミント君がいなくなり、なかなかマミヤまで対戦する機会ないですからね。さあドリブル、さあこれで安定ルート。ただちょっと依然としてね、間宮側は星の数的にもちょっときつそうかな。星3ですからね。さあゲージめっちゃ回収して、さあゲージ全回収。さあこれで分かんなくなる。マミヤとしてはジャンディーか2Cを当てたい。このジャンディーですね、これ結構トキはめんどくさいんで。さあガーキャンから6で、さあ D バインド出せる。さあミスれない。さあここは百列ルートですね。ドリブルには行かず、まあ、ブーストがいっぱいあるんで百列。さあ NBNB、 あれこれは、あ
あ、この状況のバイクは強いですね今の状況のバイクはかなり強い。さあ、なかなかヒヤヒヤするミスでしたが、さあこれでまずは名取、さあ2試合目、まあ、しっかさんはトキですね。The time of retribution. Battle one. Decide the destiny. さあ今度はマミヤが先手を取る。早々にゲージができましたね。この展開はかなりマミヤにとってはでかい。さあ空中当てみ、ただ無理はせず東京機でね。さあここも空中当てみさあ2A 2D で固めていく。さあここはバックスナップ。さあバニコン、さあおそらくバニノが出ないんでしょうか。断人剣、これは死にますね。エンディーボーガン、エンディーボーガンとかいう新しいコンボが、すべてバインドミスっぽかったですけど。さあこれは確定。さあこれで1-1。ナトリはマミヤで行くんでしょうか、それともトキを出すのか。釣り呼んでおきます。釣り MS と蛍館長ですね。この組み合わせの釣りが MS 館長。さあ、ナトリア、マミヤ継続。なかなかね、時にマミヤで突っ込むっていうのは結構自信があるって感じですかね。さあバニー、あーこれはバックステに刺さってしまってピオル。さあ結構絶望的な状況だが、さあそれでもジャンリーさえ刺せれば、ジャンリーが引っかかれば、ジャンリーか2B ですね。ガーちゃん、さあなんか怖い。まあしかしながら早い展開でマインド、さあミスれない。ここは結構ね、対時用のコンボはディレイとかが絡むんで、
大会とかだとねすごいむずいですね。あさあこれはなかなかゼロゼロですね。ボーガンもガビシもゼロ。さあマミヤとしては時間で守りきりたい。さあこれは微妙なところですね。間に合うか。間に合ってる。あ0秒ギリギリに。そしたら MS 館長でお願いします。タル艦長対 MS 剣雷ですね。さあジャンディ開幕刺さる。さあセーダもそのまま刺さり、この展開はかなりでかい。スタミナでこれはちょっとゲージを吐かないと死に死ななそうだが、さあまだワンチャンある。これは全然ありますね。あまだ死なない。さあリバサで A を押していました。かなり強気。さあそこから引っ掛けて、さあコンボはミスる。さあブーテーダビー。さあこれは手出しに刺さって腰を相当取られそう。さあこれで残り星2個。さあブージャンビ振ってきて、さあまずは艦長、一応次も呼んでおきます。次ファミコン板垣なんで用意しておいてくださいね。しかし先月もですけど今月もね結構人数多く集まっていい感じですね。さあ MS はまあレイかな、レイかダオウでしょうけどレイですね。さあ剣雷、さあここはブーストを使ってオーラを稼ぎに行く。このようにねつける無双結構大事ですね。さあダンコにはハイジャン。さあここでピヨって、さあ弱上エンリー。
まあ、このね中空手出しの対策ができないと結構レイは剣士道めんどくさいですね。さあこれも中空ダッシュ BA、 昇竜出しても負けちゃいます。さあ勝ったのは館長、そしたらファミコン板垣でお願いします。ファミコン板垣、ファミコンさんはいる。あ、愛されてるクソゲーだ。そうですね、さあ板垣いるかな、ファミコン板垣。お、いました。これもなかなか珍しい、見たことない組み合わせかも。そうですね。さあここは芯を出していく。ファミコン芯 1P、2P が板垣。さあ芯が出た途端にお芯がコメントに現れました。みんな潜んでいるんですね。あ、これはピオデンじゃないか。やはり。さあ倒しきりはちょっと難しそうだが。2B、あー当たんない、当たんないが6。海外勢も興奮しております、ファミコン星に。さあここの星はでかい。さあ板垣ならここから折り返しでブーダンジン、ブーダンジンかっこいいですね今。ああ終わるんかいって。ブーダンジンおしゃれですね今。コンボマン。さあゲージ管理はどうするか。もう新側にブー1はたまって、あ、さあ落とす。これはでも死ぬけど地味にうまいですね今の。通常技当てたら真にもしかしたら点にできちゃうかもしれないんで、生せっかくこうで倒しに行くと。細かいけどかなり今のうまい判断。さあでもこれはまだ死なない。さあこの置き攻めは知っていると。あ、さあマニアック、あ、いや、やる。おそらくファジージャンプ対策兼、まあ、せっかくこうにワンチャン勝てたらなの金利重ねだったと思うんですけど。さあまずはファミコン、新時はね結構やってないと時がめんどくさいですからね。北斗のバスケ条件達成するまでのコンボってどのくらい難しいでしょうか。全然難しくないですね。まあ、キャラにもよるんですけど、いわゆる強キャラって言われてるキャラたちはそのハードルがかなり低いので、まあ、実戦でバンバン見られる光景かなと思います。シンとかもバスケあるんですけど、シンとかはちょっとコンボに行くまでのハードルが高いっていう感じですね。さと言ってる間にまあこんな感じで強キャ、いわゆる強キャラはブーストとかね、オーダーゲージがあれば結構簡単に相手が浮いてしまいます。
さあ、ためばに、最大ためばに。さあ、ブーストはためさせたくない。さあ、結構いい展開ですね。これ 1.2 自分だけ溜まってるっていう。さあ、ここはガーちゃんに着地当てみ。さあ、どっちだと。一応シンはね、あの 6B でめくられるっていうネタがあるんで、ちょっと今ぐらいの位置だとめくってないっていうので、逆にそれを知ってるがゆえに食らっちゃうっていう感じです。30からこのテンポで、50からこのテンポで、あ、まあそんな感じですね。結構ヒット数によってだんだん高くなってきたりするんで、だいたいざっくり80ヒットとかになれば相手が高く浮くっていう感じのイメージです。さあ、ファミコンはシーンを継続。まあ、あの1試合目の展開があるから時にはシーンでいくっていう感じですね。さあ、時はゲージ回収しながら固めて、これもドリブルルート。さあ、高い。次、ローションナッキョーなんで準備しておいてくださいね。次、ローション対ナッキョーです。さあ、今回もゲージ管理的にはどんな感じなんでしょう。まあ、自分 1.2 を目指して芯は試させないという感じなんですかね。さあ、これで 1.2。 さあ、先ほどの、ね、ガーキャン狩りのイメージがあるので、なかなかジャンディにガーキャンできないですね。さあ、これはまたブーダンジンルートかと思ったが、気にするハーミコンさんの悲鳴が出始めましたが、あ、これはでも、さあ、怒りの大心象怒りの大心象、しかも下っても何も痛くないっていうそれがかわいそうなところです。さあ、ピヨってしまって、あかんねん、悲しいとか言ってし、惜しいあの大心食らったところでさあ、じゃあローションなっきょうっすね。配信もね、まあ確かに再派遣ぐらい減ってもよかったかもしれないけどね。ローションなっきょう、さ、北斗増大されたみたいですね。今日はもうかなり盛り入ってますね。7セット目、7セットフル稼働してます。さあ、 1P がローション、 2P がナッキョウ。
さあ、ゲーダーアテミを投げる。これピオルね。リバースアテミを出してたので蓄積がそのまま残っていました。さあ、ジャンビー乗っかって、さあめくれない。さあリバサを全て潰される。さあまずはナッキョー最速でした。さあ一応次ももう呼んでおきますね。次は、出荷筆頭ですね。この次さあ艦長しつこく打っていく。これは昇竜拳のミスでしょうか。 2C が漏れましたね。サブジャン AB 着地ダンジン。さあジャン AC、 さあ落としてしまう。これは連携によっては間に合いそうだが、あ間に合いますね。さあミスる。さあ最大手目場に2回2回入ってなんか逆転してました。さあこれでナッチョはリーチ。さあ遠心置いてある。さあ 2A が早い。そしてドリブルルート。さっきただドリブル行ってから逆転されてますからね。今日結構ねみんな浮かした後にミスるっていうの多いんで。さあ今度は大丈夫でしょうか。なんかちょっと怪しいけど。さあジャン A ジャン C、 そしてバニー。一応星も取れたんで結構いい展開ですかね。さあ、空対空うまく置いてある。さあ、これは艦長刺さって、さあ、単純出ない。これはちょっと時がめんどくさそうですね。さあ、バックステにこう刺さる。さあ、ミス。さあブースト使い切ったが、まだ殺せない。一攻めをどうするかっていう感じですね。これはさあジャンディなんか乗っかって、これはバニー一撃かな。さあこれで1-1。
この次、シッカヒットです。さあ、1-1。さあ、キャラはトキレイ。結構本当に今日ね、みんなコンボ落とす展開が多いので最後までわかんないですね。さあ、浮いてから落としてるし、まあタイミング見ても多分ただのミスなんで。さあ、天使テラビ。今日まあこの展開の後でもね、落としてること結構多いですからね。さあ、これは鈴木安定ルート、やはり優秀。鈴木安定ルートは優秀です。これで落とすのは確かにあんま見たことない。やはりここにたどり着くんでしょうかね。鈴木さんは達していたということなんです。さあ、点に、しかも点にたまりましたね、1点に。さあ、これはでかい。何このレイのスタンプ、こんなスタンプあるの。鈴木信者が作ったんですか。そんなのあるんですね、初めて見た。さあ、 2A をしている。さあ、そしてドリブルルート。さあ、そして、ああれ、鈴木安定ルート、鈴木まで行けなかった。しかもこれ普通に死にます。まあ、ゲージ温存していく感じかな。さあ、これはかなりやってしまったかも。ゲージ差がちょっときついですね。あ、さあ、リバサニシー。リバサに C を押している。さあ、ピヨって、さあ、やはり今日何かが起こっている。浮かしてからミス展開多いですね。ただ、しっかヒットでお願いします。しっかヒット。1P が失火、2P ヒット。
さあ、ときときですね。The time of retribution. Battle one.さあ、ノーマルカラーがシッカー、青がヒット。これもなかなか珍しい対戦カードなんじゃないですかね。あんまり見たことない。さあ、まずコンボ決めるのはヒット。さあ、これは直が手ミスでしょうか。さあ、置き攻めは裏。ここは強気に当て身を出していく、いわゆる孔明ファジーってやつですか。さあ、お互いにブースト使っていって、さあ、直側から2へ。さあ、ブーテンショーにはガーキャン。さあ、せっかくカル。さあ、なかなか思うように動いてないっぽい声が聞こえましたが、さあ、2A 置いている。ここは様子見。シッカ側としてはこのラウンドこのまま取れれば超でかい展開だが、さあ、取りそうですね。これはちょっと残るか、死にましたね。さあ、この星回復はかなりでかい。さあ、上投げが出ちゃっていい統計。さあ、まずブースト入…うわ、うまい。あいや、今ブースト特攻見てからせっかくうまかったんですけどね、自分が出ちゃってましたね。さあ、まずはヒット。さあ、2試合目、まあ、とりとりですね。一応この次ももう呼んでおきますね。この次が艦長と啓太、艦長啓太次なんで準備しておいてください。さあ、ファーストタッチはシッカー。さあ、置き攻めは塩ビ重ね。さあ、断じ裏回ってからの置き攻めはどうするか。さあ、ブーナギを使って裏から攻める。なかなか見にくいですね。さあ、せっかく暴れつぶしは我慢している。さあ、お互いに触りにくい。あ、これは殺せるんじゃないか。さあ、発射無理はしない。
佐藤慶子法人が無理せずに丁寧に触り合いをしていく。さあブーエー投げ、さあこれは大きい攻め次第では分かんない。断然とりあえず使っていく。さあこれピヨリか、まだピヨらない。あとは逃げるだけ。さあでかい、これはでかい。さあただ星1なんでね、何か刺されば普通に終わりますね。さあブーナジ、これは見にくい。西1、2、1、1、そしたら勝ったの筆頭ですね。館長啓太でお願いします。さあ 1P 艦長 2P が消えた。さあまずはトキ、昇竜拳かなり強気に出していく。さあここも昇竜拳、ダウンオイツせっかつで星3つと。命を投げ捨てるもん。さあここで無双転生、こうなるとようやく勝負ができるようになりますね。さあしっかり暴れて、これはまだピヨらない。次でピヨりますね。さあこれはピヨる。さあ星も取って 1.2 も残っている。さあお互いに特攻してって、リバサ壊し、リバサ壊しやばいリバサ壊しやばいっすねあの状況の時相手にリバサ壊しは相当戦争ですね。さあまずは蛍館長で、一応もこの次も読んでおくと、この次が板垣ローションかな。さあまずは天使堂がファーストタッチ、強気に暴れていく。さあそして統計を決め、さあ無双が出ないか。断然剣、剣士郎も裏回るキャラなので、ここから大きい攻めがなかなか見にくいですね。
まあ、天正せっかつ、まあ、ここまでは先ほどと同じような展開ですが、さあ開幕ブーバにやる気を感じます。さあ、まで潰して、さあこの後打ち攻めで通れば先ほどまでと同じ展開。さあ しつこく乗っかっていく。そしてピオル、お互いにかなりしつこいですね。さあ星取って、これは先ほどの光景と似ているが、さあ超強気に攻めて勝ったのは艦長。艦長が叫ぶ。さあそしたら板垣ローションでお願いします。板垣ローション、ちょっと俺トイレ行きたいんで誰か喋ってて。はい、じゃあ次は板垣ローション、ワンピーローション、ツーピー板垣。なんかすげえ試合見えましたね。なんか受け身ジャンピー3連発みたいなやばすぎる。イバサ小足からの受け身ジャンピー3回つって。さあ時々ですね、ワンピーがローション、ツーピーが板垣。黒い方がローション、青い道着が、板垣。開幕触るのは板垣、これは裏に行くでした。バリア締める、フェーダーが通る。これは板垣の必勝パターンですね。最速フェーダーで引き寄らせる。まあ、このゲームテーラー刺さると終わっちゃうんでね。さあ蓄積が乗ってるとね、2ターンで終わっちゃいます。はい、さあラウンド取るのは板垣。さあジャンピーブージャンディがめくりで入って、勝ったのは板垣。さあ板垣サイドが派閥で盛り上がっている。板垣サイド人がいますね。参加銀、参加銀ヒットあたりがこう板垣の後ろについている。対してあの老子の後ろには誰もいないのがちょっと老将さんはまあ悲しみがありますね。基本的に誰もいないですね、周りは。あの誰かが戦っているときに後ろから老子がまとわりついているときあるんですけど、あの老子がやっているときに後ろに誰か人がいるっていうのはあんまりないですね。あさあここでローションラオウがローションラオウか、うん、さあキャラミスです。キャラミス、おーいやめろー、その色を使うんじゃない。わざわざ体力通りラオウを間違えていく。これ遅延行為ですね。向こう側から早を負けろとヤジが飛びます。まあ、というわけで、まあ、板垣さんの勝ち上がりということで1回までは許す板垣に2位がつきましたね、今配信の方で。さあ板垣2位がついて、まあ、やりますよ、普通にやりますよまあ気を取り直して、まあおそらくまあね、老人はさっきのは多分あのアルコールがちょっと抜けてる離脱症状で手が震えてるんだと思いますが、さあワンピーローション、ツーピー板垣変わりません。開幕触っていくのはやはり板垣さあ不思議な踊りをしてるところに艦長刺さってさあもう全部手だれ殺す気満々ですけど、からのさあ気持ちよくなってしまったために
勢いが回復してしまい、いやせっかくは当たらない、当て身が通る。いやまあ俺の予想だとさっき手あさあこれワンチャン死ぬまであるけど、これはちょっと知らないですね。ただ老子の時々の道化炉の投げは即死じゃないので、まあ即死じゃない括弧あの7割減みたいな、ちょっと頭がおかしいんですが。さあ 2A2D を刺す、一生やっておいて 2B を刺すという、それ上当て身出し出せ出せっつって2B みたいなね、高等テクニックですね。さあさあこすってる。さあしかしこれはまだ死なないが、せっぱり置き攻めどうする。まあ、激しい激しい激しい、どうすんの。相手の高木さんはワンチャン、特色トリプルできるんですが、おっとこれはいい投げですね。復帰に合わせて着地に折り投げ投げ、せっかくこう命は投げ捨てるの。さあお互いに即死圏内ですが、星がない分ローション不利かな。これは開幕触ったのはローション、そしてこれは炎症からバニー V 刺激、勝ったのはローション。開幕なんだったの、艦長ブーブーブーみたいな、艦長ブースト。まあ強いことは強いけど、詳しく説明は僕はできません、まあ、何に勝つのかはよく知らないけども。ロジャーのちなみにこれでもう一回キャラミスしたら失格なんで、よろしくお願いします。チラチラ見るのやめていただけますか、老人。まあ、こっち見ないでいただきたいですね。さあ、最終戦です。1-1です。ラバンピー、ローション 2P、板垣、変わらずですね。さあ、今度は色が、紅の豚カラーになっているローション。石が当たるが、これは。コンボ繋がらない。さあ逃げて刺していくローション、そしてコンボ繋げるのはローションですね。西西ジャンティで料理かけて、これはバックスが出てしまった。ビオール、さあ今のは多分漏らした感じのバックスでしたが、さあしっかりローションが刺していった。さあしかし即死ミスるが、これはせっかくが当たる。さあ棚ぼたで的な感じですが、さあピンチになっていく板垣。さあブーストがなくなるローション、そしてシャカシャカして、さあ一撃入って勝ったのはローション。さあ板垣ここで散ってしまった。さあ次の試合は筆頭艦長です。筆頭艦長、さあなんだかんだ勝っちゃってましたね、オジが。さあ 1P 蛍艦長、 2P がヒット。さあこれはいいカードですね。艦長はね、結構激しいプレーみたいな感じがありますけど、結構深く守ってくるタイプなので、でヒットさんはかなり判断が早くて、展開も早いプレイヤーなので、なかなか見応えのあるプレイになると思いますね、これは。さあ、そしてさあ八王子ユーダで威嚇していってで今度は艦長の後ろには、参加員、筆頭の後ろには板垣っていうお互いのねキャラ使いが後ろに控えています。さあ、参加員は、ね、蛍艦長のファンボーイなんで。さあ、開幕さあ触、お互いに決定が入るのが、これはいいですね。ジャンプ逃げに対して MPAT からのヘビでダウンを取っていく。これは凪の初段に当たっているか、まあ、ちょっと逃げ回ってたのでピオらず、ただ壊しでピオったけど、あーっとこれはこれは死ぬ致命的なミスで、ドリブルルートだが低かったんで天守は当たらず。さあドラゴンダンス、昇竜烈破から北
さあ、そしてこれはもう一個のルートの方、ドリブルやり直しだけど、これはちょっと低かったね。さあ、雪王、あー、そっかそっか、雪王ルート。いや、これ本当に雪王が考えたルートですよ。なんか最近ルート新しくなったみたいですね、あれ。そう、あのバニニエがね、結構やっぱ裏回りやすいんですが、それを廃したルートですね、あれは。ニエ武剣ニエっていうのが結構肝だったりします、ね。さあ、カッラウンド取っていく一投、これはうまい具合にジャンピーを当てて、さあ実はこれでもピオリ1だが、上から踏んで回るよ。そしてこれはもう一度6から8、2でバニー。さあ完璧、これがね、まあ通常のルートですね。今のは多分ヒットさん的にはもう壁が近いので、まあ、バニーが裏回らないであろうということであっちのルートに行ったのかもしれないですね。さあ5を刻んで、5を刻んで10刻むという謎のこだわりの美しいルートですね。安定させて、まあ、星取りフィニッシュではなくドリブル2回で試合が終わってしまうというね。まあ時剣昔はねあんまりこういうのなかったんですけど、まあ、だいぶ厳しいですよね。結構、まあ、ケンシロウがねやっぱりあの置き攻めの昇竜があったりとかして、そういう無双もあったりして結構読み絵があったんですけど、そうですね、逆卓強いキャラなんですけど逆卓もさせてもらえないみたいなね。コンボドリブルマイストは、まあラオウもラオウとかも同じですけど、まあ、そうですね、あの逆卓で結構食ってきてたんですけどもう死んでしまうので。さあ危ないスカリ方をしてたが助かったんだけど、結局ジャンディ被されて統計置き攻めに行くのかな。統計置き攻め行って、もう統計置き攻めがやっぱり辛いんですよね。さあちょっとミスったが、あうまいですね、 2D のスカリに 2D を刺す。そしてこれも行く、592、これはバニルートがなんかちょっと投げ返しの禁止暴れだったんだが、ね、昇竜は投げ無敵がありません、このケンシロウというキャラは。剣、そう、今日剣の昇竜は投げ無敵ないですね。ラオウにはあります。さあとなんかちょっと踊っているが、艦長がただこれはまだ知らない、投げ返し、そしてこれはバスケ行く。あこれいける。さあ珍しい、いやサハラ、サハラかケンシロウの時用ドリブル。さあかっこいいところはしっかり決める男、トキが浮かしてくんだったら俺もトキを浮かしますよと。天波の構えで、あーっと、これは、あ結果的に、あーまあ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 、でもケンシロウに無双がないまま終わってしまったのがちょっと、まあ、懸念のポイントかな。ただまあトキにおらないんでこかされちゃうと、さあ滑殺入れてここは攻めるしかない、上から踏んだ、西西チェキ、勝ったのはヒット。じゃあ次誰だ、俺と今日俺とロージかな、強月ローション、
さあ 1P 強月 2P ローション、うん、さあ時々白いのが強月トキ、黒いのがローショントキと、さあキャッチボールして、さっき触ったのはローショントキだが艦長で暴れて、さあ距離は分かりづらいとこから 2A 入って、ワンコンボ目は強月トキ、さあお得意の D 投げ裏回りからの置き攻めで、さあヒットジャンディが刺さったけれどもつなげられず、さあ暴れたところに 2C 刺さったがまだピオらず、バーニーで締めて、天翔はガードだけど固まったところで投げますと、星も3つ取って次のラウンド2つになると強烈大幅有利で、ローションの時は結構厳しいとこ通さないと勝ちまでつなげられないけど、まずワンコーン入って、せっかつ暴れつぶしだが何もしておらず、入れっぱにせっかつ刺さったが受け身取れるのでまだまだいける。さあ入れっぱからのジャンディ刺さって背面当てでなめぷして、でまず1本は強月時、さあ1試合目はまあまあ強月勝ちパターンっていう感じの試合でしたけど、まあさっきローションの時ね、こういう感じの状態からまくってたんでまだまだ分かんないといったところ、さあヒットカラーに毎回なんか色変わるおじさんになり、青いのがローションの時ですね。さあ再び様子見、またジャンシーでかぶせていくのはローションだがグレまでつなげられず、バックステから艦長を刺して、さあお互い同じ踊り踊ってたけど最終的に勝ったのは強月時でめくりジャンディ刺さり、さあ裏回りを決め、せっかつ自分になるよね、寄ってバニから、あと B 投げかせっかつかが出なくて、これはせっかつに確定の高めふんわりジャンディ、ただピオリとこまではいかないけどリーチ、さあ上見てハイジャンビーで落としていく、これはちょっと足りなそうか、せっかつまで吐くことになりそう、あせっかつにも足んないか、足りかギリ足りて、1ラウンド目はローションの時、さあ2ラウンド目ブーストで 100m 走って当て身からの投げ、もう何でもありですこのキャラ、さあ安くて、さあ空中ヒットからうまく星に一撃、一本取り返すローションの時、さあ3本目、これ勝った方が勝ち上がり、
Retribution. Battle 1. Decide the destiny. 開幕様子見、キャッチボールはしない。今度は1ラウンド目かぶせんのは強ゲスト機 A 投げからジャンディをすぐらいしてしまう。さあ裏から蓄積乗っけてオラガで離すけれども、そのまま固めて入れっぱからジャンディかぶせ返すのはローション。ただ強月側ゲージマックス、何でもできます。さあ当て身はせっかつ暴れつぶしが勝ちますと。さあ 0.2 ブーストも回収しつつ1ラウンド取るわ。強月時さあローション時はどうするか、お互い再び様子見。ブージャン B 揺れとりあえず触りに行くも仕切り直しだったが着地に感情刺さってワンコントロールはローション時裏には行かず、おっと暴れつぶしの形で感情が刺さったのでピオーリ、これ星は4つ取れないのでとか言ってたら落として最速に暴れが通り、ヒットジャンディはガード、せっかつは遠かったのでスカリにブニエ確定。さあ金ビーせっかくこうで、ローションの時は取り返す。で強月側が星さんなので、ワンコン圏内ですが、ローション側はね星5なんでまだ安全圏といったところ。さあよくわかんないけどブーストで触りに行ってコンボしてるのはローションの時で星が全部なくなる。ジャンビースカシに行ったが、さあ入れっぱになんか刺さって勝ったのはローションの時。さあ、KI ヒットですね。次 KI ヒット、はい、じゃあ KI ヒット。さあさあまたヒットサイドにダガールと鼓膜が集まって、さあ 1P 側ヒット時、 2P 側 KI ユダ。さあ最初の0回戦で板垣が負けているので、これは弔い合戦か。さあリベダガになってやばいかと思ったけど、橋でワンコン取ってるのは KI ユダ。あ、いい鼓膜が死んで、さあ上から踏むのがやっぱ強いですね、じゃんユダは。そして切る、とりあえず切って俺は鼓膜一本でいくって感じで。ただ序盤でダガールいなくなっちゃったんで受けに回っちゃうと厳しい展開になりそうだが、俺は鼓膜でなんとかします。さあこれは裏回りルートですね。さあこれは1コロ出なくて、さあヒットの投げだったんだが、うわー 6A 最強。おっとまだあるが、これはまあジャンシネムシですね、あれ中断です。地雷消し読みのエンディ読みでさらに、投げしてたんですけど、その後にしちゃいましたね。これはいけるんじゃないか、ちょっと稼ぎすぎか。おっ、テーダが入った、これはいけますね。さあヒット数多めのドリブルルートなんで、そんなに難しいことはしなくていけるはず。さあ銀次対象どうするかですね、この状況からすると。もう 1.5 溜まっているので、こちら側ももう切ったりせずにもう やるしかないって感じで溜めに行ってますね。さあ
これはお互い2本ぐらいはたまるかな。 2.2 か 2.5 ぐらいかな。 2.4 か。さあしかししながら筆頭さん側がちょっとね星さんの状況なので、まあちょっと厳しい、ちょっと若干不利かなとは思うが、裏から入ってこれは予想挟んで一撃よっかある、よくありますね。 ブーストでごちゃって裏側になってあっつって死ぬやつですね、北斗あるある。そしたらごちゃった状況の中で 2B 確認してちゃんとバニコンまでつなげて星さんいけたのがさすがといったとこっすね。さてちなみにですね、次の対戦は勝った方とローション。さあ最初触っていくのはヒットだが、さあこれは 2D が当たってだいぶ美味しいが、大きい攻めは背面にギリなってなかった。せっかくこう、さあそして流れが死ぬ。さあ判断が早い、これが持ち、これの持ち味がヒット戦ですね。いいですね。さあ星がなくなっている、だいぶ厳しいぞ、これは勝ち目がだいぶある。ヒットさん打拳が通って、さあ走れなくてまたごちゃったところで、まあでもちゃんと今ブー 2A2B2C からのブーキャンがかなりうまかったですね。ゲアユーラ、まあ、ヒット数多めのマリーからでもしっかり肝積みいって、さあさっき見たような3ラウンド目になるでしょう。ただまあ 星状況がねさっきと違って KI 側が2個になって、筆頭側には筆頭は6なので星で行くってことはないが、まあまあユダに結局ゲージいっぱいあるんで大して変わんないでしょうって感じで、上から振ったがこれは迎撃されてガーケンが通ると話があるぞ。そして KI 側がブスト入ってしまった。これはダモーキ攻めに行くしかない。2択をかける、ガーケンが通るが水流が当たって、さあいいところでためばにを打つ。ダムも当たって星さんフィニッシュ、勝ったのが KI ユダ。じゃあ次はローション KI です。このゲーム最強コードその2、ごちゃった時のため場にねユダは特に強いですね。ユダの場にはねため場にも下の方にもため場にだけ判定が出るんですね、なんか知らないけどユダのため場にだけ判定強くなんですよね、ためると、うん、謎なんですよね。まあなんか小技からブガサッチとか他のキャラよりケアしなきゃいけないことが多いからそういうの考えてるともう通ったりしがちですね。どうしても反応が遅れちゃうんでねユダに対しては。ユダさあ 1P ローション 2P が KI。さあ天章百裂剣で浮いて、天章百裂剣浮いてる、刀剣古法でさあ刀剣あじって KI 側はゲージため部下ってか地雷置き直し、さあちょっとずつ流れ当たったが、これは地雷が当たってしまうと、さあ状況がだいぶユダ側に傾いている。気づけば ね結構悩むんですよね。さあ溜まったブースト入ってしまい、おいいな、いい MB 対空、そしてダガキャンもしっかりケアしていて
うわっと、これは表裏で見えなくて、これは断人締めなら死ぬか。いいですね。さあ、KI 側にブーストがないのがかなり、状況が辛い。開幕に D が当たるが、これは裏からいけんのか、いけない。関係が通って、せっかくここは裏に出ている。ああ、うまい。スピット確認がうまい。そしてこれは、ミオル。さあ、状況がこれで逆転していくか。さあ、すかし 6A、 6A で要素で拾うというね。すかし投げを投げ返そうとするとね、あのサイズキックみたいに 6A 下がるんで、投げ返しに勝てるって。うわ、ない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 。さあ、どう見てもダム漏れだったが、命拾い、なんとか地雷を置くことに成功。辛い。そして投げ、一撃、勝ったのはローション。まず1本目はローション。ああなっちゃうとユダはもうやることないですね。まあちょっと経営側がね、もうあの状況、部下もいないし、ウォーラもブーストもないので、もうリフ暴れるか飛ぶかしかなかったんですが、まあまあ良かったです。まあね、不利な読み合いでした。さあ、KI はこれで何を出してくるのか。ユダ続投か、もしくはトキカレイかケンか。ユダで続投。The time of retribution. Battle one.Decide the destiny. さあ、開幕地雷を置くことに成功。統計誤報をダガールで避けつつ場に当ていこうとしたんだが、確定はせず、鼓膜を置いてマイジャンオラガからかぶせてワンコンボ。さあ、再びダガールから下段からのさらに手だれ中段ビオリー。さあ、ブーバニで相手に試させないことを選択。EBC、シネム C、妖槽破産。さあ、ただこれ KI 側も1点に溜まってないんじゃない。点には溜まってないですね。ちょっとブーストを生では吐きづらい状況。上から入ったが、これはダガールが死んでいる。さあ、これはどうする。ダガールを避ける。あー、今のはねハメなんですが、まあ回答を知らないとハメになっちゃいます。あれはね、一撃当たんないよね、その高さね。なんかそんな気がした。サイ当たって、サイ派遣だいぶまずいよ。あーっと、バックステーク。さあ、 CPU コンボね、 CC ブースト、 CC ブーストつって高くなっちゃったんで一撃スカルっていう。さあ、今のはねローション側も 2C じゃなくて 2A だったら、まあね、バックステ対応できたんですが、まあ、2C を打っちゃったので確定しちゃいました。さあ、3試合目、これ勝った方が、参加銀とですね。The time of retribution. That one. Decide the destiny. さあ、開幕ダッシュ壊しから地雷を置くことに成功。ダガトツカウンターして、やはりピヨってしまう。流れるようにピヨリまで行き、
あ、ただこの状況は割とユダ側に結構オーラ消費させ、ブースを消費させてるのでだいぶガード頑張りましたね。そう、そしてこれはオーラが溜まれば浮いたんだが、まあ A 投げです。さあ何漏れだカウンターが出ていたが、グレイブからの仕込み要素一撃出ない。さあどう見ても壊し一撃をやろうとしている。ただ経営側もオーラがないのでブーストもオーラもないのでかなりこの状況きついですよ。そしてこれは弱視硬直に刺さって、これは辛いんじゃないか、だいぶ。落とさなければというか、まあ、ブーストを蓄積は珍しく老子が蓄積を切っている。真面目にやっているか。あーっと、慣れないことをするとこうなる。カスお疲れ様でした。勝ったのは KI。 はい、じゃあ KI 参加銀です。参加銀くん、まあ、ドリブルのあの刻み結構ちゃんと決めとかないとね。そうですね、特に、ね、ユダは結構なんか判定がおかしいので、ちょっなんかの拍子にスカったりしますんでね。まあコンボの整理はちゃんとしましょうってことで、 1P KI、 2P 参加銀ですね。 1P がKI ユダ、 2P が参加銀ケンシロウ。この組み合わせなんかあんま見たことないな。まあ、昔舞踏会のなんか上の方でやってたぐらい。まあ、ユダ剣はだいぶきついんですが、さあテーダー暴れ通して、おお着地に合わせている。さあピオリはせず、ただ無双転生がついてゲージも大幅ケンシロウ有利。たまらずダム、ただね、まあ、ダムに対してリターンが取れないんですよね、ケンシロウ。テーダはガードを返す、しかも鼓膜も死んでいる。さあ立ち入れ暴れる、追いかけてくるがこれは死なないが、バニコンにはいけなかったので、さあ三加銀のガードは固い。これはちょっと危ないか、ハメの状況になるがしっかり飛んでいるのが偉い。画面見ている、ただ状況有利は KI ユダ、時間も減っている。しかしまだまだ全然ありますよ。これは DPS がかなり現状は高いんですが、上から踏もうとしたところに地雷が当たってしまう。さあなぜ1ラウンド77秒のゲームで7秒も8秒もあの地雷は残るんでしょうか。お、裏から当たった。さあ知略ガードから入れっぱして、さあ部下の処理がうまい、ただ地雷が強い。地雷が強いんだよねこれね。これはスライドダム、さあしっかりダムまでつないで星取って、一撃。あれ起き上がり知略することで、あの知略が知略の後のガードにもあの無敵が付与されるんですよね。ちょっと7フレぐらいだっけな確か。まあそうですね、でまあちょっと仕込み方によってはジャンプを仕込んで、まあその起き上がりの重ねを知略の無敵でケアしつつジャンプするみたいな、そういうことができるんですね。でまあ知略の後、まあ何もせず技出すと、まあその何もしなかったところには無敵乗ってないんですけど、次出した技には無敵が乗るとか、まあそういうの、そういう技ですね、知略は。だとか言ってる間に部下からワンコン入って厳しいテーダが入り、ピヨル、これはちょっと厳しいが、
っちも原油だがね、だいぶ辛いんですよね。まあ、楽しいことは楽しいんですけど、地上戦で本当にユダの 2B に勝てるはずが本当になくて、で飛ぼうとすると立ち合いで全部落とされるので、ケンシロウ側はかなり生きにくい。さあ無双転生もまだついていない。さあ味ってガードが硬いんだが、これはそうですね。さあグレブーコロから裏回り、ちょっと見つつガーキャンは通らないが、もう一回ガーキャン知略ジャンプ、うまい。ブーキャン 2B で、さあ鼓膜いないんで大チャンス。ユダはね、横幅が縦幅がすごいでかいので、ケンシロウの、ジャンプ NBND がしゃがみでも当たるんです。だからああいうことやってるんですね。さあ無双がない状況でもだいぶ厳しい。だからガーキャンは通らないが、確定は取れないが、セイダが通ってしまうと話が変わってくる。ただこれちょっと一コロはいけないけど、予想でしね。勝ったのは KI だ。ルーザーズ勝ったのは KI ですね。さあマジシャンさんと KI でグランドファイナルです。KI、 さあ 1P 側が KI、 2P 側がマジシャンさんで、マジシャンさんは、ウィナーズを勝っているので、これは、まあ、実質4ライブ、KI はこの2戦、この2先を取った後でもう一度2先を取る必要があります。全部2セット計4勝する必要があります。で 1P 側 KI、 2P 側マジシャン。さあ、あっという間に壁コンが始まっていて、だいぶ厳しいですよこの状況。そしてレイは昇竜拳はありますが、ユダのこのハメはレイの昇竜拳ケアできるので、さあもう分かってるので、マジシャン側も暗い逃げでゲージ貯めてからの逃げ。これは V1 溜まるといけるのか。これは行きますね、ダブル昇竜から。さあ大逆転ですね、これは完走できれば勝利、勝利というかラウンド取れる。だいぶ我慢した甲斐があったという感じだが、さあ時間的体力的にも十分逆転できますね。さあユダ側にもブーストが溜まっているので、レイガーも、グレ流星には行かず自分のブーストを貯めていく。さあここでグレ流星に行く。 2.2 を上げたくなかったみたいな感じですかね。ラウンド2開幕はかなりユダ有利だが、さあダームを木攻めから、木攻めだがこれはガーキャンが通って、ガーキャン当たってたので蓄積は切れているはず。さあ昇竜で逃げている。もう一度触り合いだが、これがね総裁バリがかなりねやりやすいんですよね、このキャラ。さあ肝積みルートを選択、ちょっと距離が微妙だから立ち2A 立ち A で2発で止めるが、峰打ちだったが、まあまあなんとかフォローして1ラウンド取り返す。どっちかというとユダ有利っぽい状況に見えるが、ガーキャン吐かざるを得ない。さあ地雷ヒット見逃さない。勝ったのはケイ、最強技。さあ1ラウンド目ね、かなりドットからまくられてまずい流れかなと思ったんですが、気づけば KI が取っていると。ま
まあ、ちょっとハイジャンプして見えづらかったのでマジシャンさん側からはちょっと地雷が見えなかったかもしれないですね。そうですね、なんか俺もそこにあると思ってなかったですね、あれっつって。なのでまあジャンプで、ガードさせてから着地しようとしたら普通に地雷があって死んでしまったと、そういう感じですね。あれこれ地面の岩とかで隠れて見えなかったりするんですよね。そうですね。おーっととか言ってる間にまた羽が始まってて、さっき芋積みルート、今度も2発リレーかけて3段からダム、さあラウンド取ってオーラこそ1本ないもののブーストが 2.2。 そして開幕のねこの読み合いがかなり雄大有利なんですよね。ブーニエに対して対抗手段があんまりないって。さあとりあえずバリアから立ち回り戻す、鼓膜が死んでいるので2D が当たると話が変わるぞ。さあ強昇竜からブーンが入って、さあ立ち絵のドリブルルート。さあユダがもう 2.5 本ぐらい溜まっているのでレイガーも気にせず溜めていく、まあ、最大回収を狙って、おーっと、しかしこれはダムは、そうですね、ジャンディからの、長文で水流を全て避けられます。ただこれはかなりマジシャンさん側が辛い、オーラを吐いているしブーストも1本溜まっていない。さあ当たる、ドンテのブーニエダムからドリブルにはいかずそのまま置き攻め。さあタメバニなんですよ、高さを低くしてから一撃、これで2本取ったので、マジシャンもルーザーズ、お互いルーザーズの、お互いルーザーズですね。さあこれでお互いに2先の純粋な2先になります。でキャラ選択権もリセットですね。一応希望があれば席替えはできますが2人ともどうしますか。そうだったんだって感じですね。そういうことあんまりしてなかったけどそうなんや。まあ一応できますってだけです。さあグランドファイナル、最終セット1試合目、開幕は地雷置くことに成功してしゃがみにユダのジャンビーが刺さっちまうとバニまで繋がっちゃうんですね。レイのしゃがみが長いので、まあうまいなジャンシーから BC でハメバニですね、ハメです、ハメまで持ってって、MC 要素ハザーレイ側にオーラもなければブーストもまだ 0.6 ぐらいしか溜まってない。ユダにブーストは 1.2 ない、おっ 1.2 あった、 1.2 あって、しかもこれは折り返しで死んでしまう。ちょっと下がって壁の距離を遠くしてからの ABABCドリブルルート、さあ2A、さあ60ヒットを超えて高くなるので立ち A に切り替えて、さあこのままいくと KI が1本取るでしょう。さあ KI がリーチをこれでかけていくという感じですね。さあ KI 側リーチ、マジシャン側もね追いつきたいところ。さあラウンド取るまではいけてるんですが、マジシャンさん最後の最後はちょっとでき競り負けている感じがしますね。さあ1本取り返したいところなんですが、
さあ最後もユダーレイで変わりません。さあ開幕、うん、開幕、まあ今の見てる感じだとコパスタンプ1点読みって感じに見えますね。さあ最速だガーキャンだったが、ガーキャンしてたんだけどヒエンリュウとバニーが総裁になってブースト追撃は間に合っちまうという。さあしかしこれ肝炭に生きるがボーラないんじゃないか。さあちょい溜めバニーやらしい。さあイレッパにバニーが刺さってしまい、ただまだ生きている。おっと知略からのテーラだったんだが、最後は正直にスタンプ暴れ。さあこれで KI がリーチ。おっとさあ 2D が当たるとこれはまたダブル昇竜ルート人気得る。さあブーンも出て、あー厳しいが当たんない。さあ立ちだがキャンが出なくて、もう一回。しかしこれだと殺しきりにはまでいけないか。バニで締めてタンアーク投げ。さあオラガレに、おっとこれはた、あー、まあ、結果的にオーラを一本吐かせた形になりましたね。ファイナル。さあまだ終わらないマジシャンレイ。開幕はユダ厳しいのでおとなしくしながらダガールを倒そうとしたんですが、逆にカウンターヒットしてしまい、これちょっと遠くない？やっぱりうぅー当たってんの。うわあ、タメバニー。さあなんか関西の人がやりそうなタメバニーでフィニッシュ。勝ったのは KI だ。優勝は KI です。おめでとうございます。じゃあ K さんお願いします。あざした未来人いましたね。ZYC 君未来人でしたね。俺もそんな気がしたけど自分で言うやつさあという感じで、GGK やるサンクス、じゃあ優勝で準優勝マジシャン。まあねユダのバニは対策しないとダメな技ですからね。